申し訳ない、電波悪くて申し訳ない。2018年11月の28日、8時35分です。よろしくお願いします。ごめんなさい、電波悪くてすまぬ。天気いいな。ヤバタンだなこれ。気持ちいいな、カズが。あ、チャンさん、ただいま。はい、お帰り。ごめんね、電波悪くて。チャンさん、伊豆、空気が気持ちよさそう。空気きれいだね。空気きれい。すっげえ絶景だったよ、マジで。絶景。世の中にこんなところがあるんだね。伊豆。南伊豆。南の伊豆の方だね。チャンさん、あら、いい男発見。いい男発見。あら、まあ、どうしましょう。カズさん、すんげえ、こっちがいい。こっちがいい。こっちは背景にピント合わせてるからね。背景の綺麗さがわかるよね。あ、チャンさん、素敵な写真。いいね、これね。カズさん、海の色が好き。海の色やばいよね。いや、本当にやばかった。エメラルドグリーン。不思議だよな。エメラルドグリーンですよ。あちゃんさん、海色がすごい綺麗。いや、これあれだよ、脳加工だからね。脳加工でこの色だよ。取って出しって言うんだけど、ありのまんまでこの色。脳加工。こっから加工入れるけど帰ったら。すごいよね。あちゃんさん、マジ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 。カズさん、今日16時から雨だから和田さんついてる。あちゃんさん、すごいのは。だから見たまんまこの映像なの。グレーディングとかやってない。だってパソコン家だもん。パシャって撮った1枚だよ。あの綺麗だね。綺麗だね、アモちゃんね。おはよう、アモちゃん。いやー、今日何時間ここにいた？何時に来たっけ？夜12時間か。粘った甲斐あったな。12時間いたか。カズさん、沖縄思い出すよね。沖縄思い出すね。いや、沖縄とはちょっと雰囲気が違う、伊豆は。沖縄ね、もっとね、太陽が強くて陽気なの。もっとあったかいの。ポカポカするんだけど、伊豆はね、こう静かなの。なんて言うんだろう、おとなしくて凛としてる感じ。そう、沖縄とはまた違う雰囲気を持ってる。静かなの、すごく静かに美しいの。なんだろう、綺麗だよ、すごく。コロビさん、ワドさん、おはよう。あまりにも綺麗な映像に見入ってしまいました。あー、いいね。動画もアップするからね。コロビさん、おはよう。いや、
嘘みたいな景色だよね。すごい。まちゃんさん、東京より寒そうだけど和田さんまさかパーカーのに体調崩さないように。東京よりもあったかい。もう引いてたから全然あったかいよ。アモーモサイアンさん、行ってみたいのはこれ伊豆。カズさん、ここではどんなシーンを撮りたい？ここはさっきも話したんだけど、その少年少女が最後のエンディングのシーンで女の子が告白をするシーンに使いたいかな。ラストシーン、第3部のラストシーン。まあだから第3部の序盤でフックで使ってもいいし、きっかけで女の子をきれいに撮って印象的なセリフ言わせて、でラストに告白するシーンで使いたいかな。チャンさん、しかし本当綺麗だな。やばいよね。動画をメインで撮ったね、ここは。これはだからシャッター本気で切ろうっていうよりも遊びで記念に撮ろう、パシャーでこんだけ綺麗だからね。作り込んでない全然。カズさん、主人公の女妊娠するな WW、 そのシーン求む。そうね、妊娠しちゃうね。まあ、動画は家帰ってから作るから楽しみにしてて。リアルで人魚が出てきても驚かないくらい。いや驚かないよね、ほんと。で誰もいないんだよ、独り占めだよ。2時間、やばくない？2時間この海は俺のプライベートビーチだったからね。もったいね。東京から3時間ぐらいかな、静岡県伊豆。チャンさん、日本も捨てなもんじゃぬわ。いやーこれだね、こんな美しい風景が。宅海アット和戸監督マネージャーさん、和戸津。宅海さんお疲れ、和戸津おはよう。あちゃんさん、こんな綺麗な場所があるなんて、ね、カズさん、ま、夕方も綺麗なのかな。夕方は赤くなるんじゃないの、どうなんだろうね。太陽がどう差し込むかだから。これ天井吹き抜けになってんだよ。あ、天井の写真撮ればよかったな。動画の方では動きつけてあるから天井のシーンもあるけど、面白いシーンになると思うよ。いやよかった。あちゃんさん、ありがとう。朝から素敵な風景見せてくれて。ありがとう。いいね、ありがとうね。こちらこそありがとう。高台行った、ハートに見えるところ。あそこはね、あの恋人と行くところだから行かなかった、上がらなかった。のんちゃんに失礼だから。ハート型に見えるの、恋人が永遠に結ばれるってこと。だからのんちゃんと来ることがあるところに撮っておこうと思って足踏み入れなかったよ。次はのんちゃんと来れたらいいね。そうだね、のんちゃん来たらいいね。日本とは思えないよね。これ海外だって言ってもバレないよね、絶対ね。カズさん、和戸さん喜んでくれて私も嬉しいわいや頑張った甲斐があった。ヘトヘトだよ、ただ俺はヘトヘト、疲れたび、帰ろ。北川温泉に行って温泉入って、海見ながら温泉入って、でカズさん、イタリアの地中海ですかって言ってもね、わかんないよね。ここに紅の豚のさ、サボイヤっていうあの赤い飛行機浮かんでてもおかしくないよね。フィオが泳いでるかもよ、フィオ。
私を泳ぐ。こういう綺麗な風景のとこから都会の新宿に戻った時の何とも言えない気持ち。何とも言えないよね。何とも言えないよね。あれはなんて言えばいいんだろうね。ひたすら歩いてるよ、僕は来た道を。お店、あちゃんさん、あらしかし本当に綺麗。綺麗だね。生はもっと綺麗だよ。なんだろうね、素材がすごい。本当に素材がいいところはね、加工がいらない。カズさん、映画売り出して別荘を作ろうぜ。映画が売れたら何やろうかね。映画がヒットしたら何やろうか。次は、まあ、売るために作ってるわけじゃねえかな。どんなストーリーになるかな。これはおまけだよ、さっきから言ってるけど。動画がメイン、動画がメイン。ひとぎとした新宿のラーメン食いてえな。カズさん、ここにロケ地ですっていう看板立てよう。ワドの映画のワド監督初造作ロケ地。いや、よかった。おお、来た。え、来た。仕事行き、仕事これから。仕事。ありがとう、コーヒー差し入れ。サンキュー。え、もう行っちゃうの？行っちゃうの？すげえ、最高だった。最高だった？うん。超綺麗だった、ほら。おお、いいじゃん。うん。いいね。え、この辺地元なんすか？カズさん、リアドツだ。下田？下田の、ちょっと、ここと逆の方。あ、逆の方なんだ。え、原付でどれくらいかかるんすか？ここまで。でも、あちゃんさん、誰誰？リスナーさんから。ありがとう、コーヒー持ってきてくれて。サンキュー。え、何時から仕事なんすか？仕事って言ってもね、うん、時間決まってないな。時間決まってないの？そうそう。自宅警備員？自宅警備員近いね。近いんだ。いや、来てよかった、伊豆。ああ動画撮れた。下田だったらね、うん、フェリーロードあたりがね、うん、ワド好きかもしれない。嘘、フェリーロード、うん、あれ、ショーペリー来航したところでしょ、300人連れて。あ、まあそうだね。え、なに、どんな感じなの、好きって。なに、道が、うん、単なる道なんだけど、うん、そこら辺だけの昔の家屋が残ってんだよ、うん、西洋風ってこと、それとも西洋風でもないんだけど、なんていうのかな、うん、伊豆石っていう石で作られた、うん、石畳みたいなのがあるんだね。へえ。ちょっとそこだけね、古い建物が残ってるから、雰囲気がいいっていう。マジだ。結構ここ、やばくない、うん、フェリーロード。いや、もう俺ヘッドヘッドだから、北川温泉入って帰る。なんだっけ、黒、黒金谷温泉。金谷温泉、え、北川、なんだっけ、北川だ。北谷だろ。え、北谷だろ。北谷じゃない、北川、北川じゃない、なんだっけ、北川。北川温泉のどこだ。あの、黒根津温泉だっけ、なんだっけ。ここら辺だったらね、うん、金谷旅館がいいと思う。いや、もうあれだよ、あの、なんか海沿いのなんかがあるって聞いたんだよ。ああ、海沿いか。まあ行ってみる。なんかさっきコメント書かれてたから、もう旅館泊まらないでこのまま新宿帰る。ありがとう、わざわざ。うん、じゃねー。リスナーさん、リスナーさん、コーヒーくれた。ふーんつって帰ってた。仕事だって、これから。
な、原付気持ちいいだろうな、のどかだな遅えな、あの原付30キロぐらいしか出てない、めちゃめちゃ遅い、うん、よいしょ。コーヒーいただきました、いただきます。のんちゃん全然起きねえな、爆睡してんのかな。のりこが全然起きないよ。なんだっけ、ロマンスカーとかなんとかとかあったよね。いや行ってみよう。あれ電波ない、米止まり、なんだろう、トーク止まっちゃったパティに。あちゃんさん、イエーイ、イエー。なんで俺のリスナーさんリアト作るのおっさんばっかりなんだろうね。ニンニさんおはよう、ボンちゃんはど監督氏の家かな。そうそうそう、シャカとペコの面倒を見てくれてるから多分俺の家で爆睡してるよ。ぐすぐわーっつって寝てるよ。ちょっと LINE 確認しようか。コロビさん、のんちゃんはいっぱい寝るの？のんちゃん18時間寝るよ。LINE 来てないね。LINE 来てない。寝てるわ、のんちゃん。あちゃんさん、和田さんはゲイとおっさんホイホイ。いや、おっさんからね、おっさんばっかりなんだよね。ギャル来ねえかな、ギャル、北川景子にのギャルが来ないかな。来られてもね来られても困るけど。寒かったり汗ビタビタだったり、これ風邪ひくわな。これは風邪ひくわ。あちゃんさん、北川景子はギャルじゃない。ギャルじゃないの、北川景子。マジかよ。あ、金柑だ。あ、やっぱ寒くないんだよ。まだ青いもん、金柑が。新宿の金柑もっとあれだもん、黄色いもん。まだあったかいんだよ、こっちの方。日向ぼっこしてるよ。すげえ風景だな。あちゃんさん、東京今日は気温高め。あ、そうなんだ、暖かいんだ東京。またあのざっとこう騒がしい街に戻るのか。やだね。なんだっけ、伊東からロマンスカーって言ったっけ。あちゃんさん、でも夜雨みたい。夜雨なんだ。なんて言ってたっけ、なんか特急が出てるって言ってたよね。それで帰ろう、新宿まで一本だって言ってたから。っていうかタムタム大丈夫か、全然コメント書かないけど。タムどうした？カズさん、特急踊り子。踊り子だ、それだ。特急踊り子さ、伊東から新宿までいくらって書いてある？あちゃんさん、あ、そうだ、タムタムさんお見舞いどうでした？いやだから手術の前の日だけどまだ来ないから心配なんだよね。もう2日経つよ。え、今日28だよね。延長します。
今日28だよね。え27、あれ昨日の朝手術か、昨日の朝手術で、まあ、今日コメントするのかな。全身麻酔だから疲れてんだろうな多分な。あちゃんさん28ですね。じゃあ今日次の日か、まだ2日経ってないか。素泊まり3000円か、安いな。ゲストハウス、素泊まり3000円安いな。当時入り口に来たぞ。当時入り口、あとはバスだ、バス、バス停を探そう、バス停を。でも地元リスナーさんいて会えて嬉しかったな。バス停どこだ、バス停、バス停、バス停探そうぜ。バス停見つけよう。もう歩きたくねえ、もう歩きたくねえ。バスだよバス、時代はバスだよ。あちゃんさん、6000円ぐらいで帰れんのかな。バス停この辺ありますか？聞いてみるわ。郵便局、郵便局あるからこの辺、あ、バス停あるっぽくね。バス停どっかにあるっしょ。ちょっと店員さんに聞いてみるわ。ゴディバ売ってる、ゴディバ飲もう、あったかいゴディバ。コーヒーは家で飲もう、これ電車の中で飲むわ。ゴディバ、ゴディバ飲みたい。ホットゴディバ、ゴディバどこだ。すいません、ゴディバってここで買えばいいですか。小学校の前にバス停ありますよ。何があるんですかね。うん、それで、これ、はい、この辺ってバス停ってどっかありますか。バスすぐありますよ。はい、左、右ですか。こっち、どちらの方面ですか。なんか、あ、やっと駅の方に行きたいんですけど。駅だけど、こっちに。こっち歩いていけばすぐですか。ね、ここのさ、ねえ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 、ここの近くのバス停ってどこ。ありがとうございます。すいません。この辺ですかね。駅の方行きたいんですよ。はい、その信号を渡って、はい、左にここを見に行きます。行きは信号の先に、はい、136をまっすぐ左の方に、はい、ありました。わかりました。 1時間にどれくらいあるんですかバスで。 2,3 本程度ですか。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あ、わかりました。すいません、あ、すいません、1000円を切ります。はい、ゴディバ、あ、先どうぞ。はい、ガールで、ありがとうございます。
ト会ではない。大丈夫です。あ、お砂糖を入れてください。1本で、はい、あ、お願いします。ホットチョコレートはよくかき混ぜてお召し上がりください。一緒に行けば連れてやる。マジですか？ありがとうございます。ああ、ありがとうカズ。ああ、いっぱい。ゲンさん、ありがとうございます。いや、ミルク多いから。ギリギリっすね。こっちのお客さんは全然違う。やっぱりこれ L のカップ、それ、うん、L のカップあります？ L ありますよ。あ、それ入れちゃって、こぼしたんでガーって入れ替えてもらってもいいですか？大丈夫、うん、あ、大丈夫だ。それであの、うん、ちょっとね、あのよくかき回していただいて、下に溜まってるもんね。はい、了解です。お願いします。はい、ありがとうございます。下いいっすよ、下いいっす。どうも。あ、了解です。おじさんがあんな優しいよな。こういうの好きだよ。東京とかじゃ絶対ありえないよね。ちょっと待ってなって、あのバス停まで一緒に行ってあげるって。優しいよな。ありがたいよね。ゴディバ結構すんな。じゃあ行こうか。あ、ありがとうございます。なんかあの竜宮窟を写真撮りたくて、うんうん、夜中に来たんですよ。夜中じゃ映れねえぜ。そう、何にも映らなくて。夜中じゃバスないべ。バスもなかったんで、駅から歩いて1時間半かけてきて、で写真撮ろうと思ったら撮れなくて、泣きそうになって帰ろうと思ったら、うん、そこのコンビであの食事のところで待ってて、うんうん、2時間ぐらいで今やっと撮れたんですよ、うん、綺麗ですね。俺たちは見慣れてるからな。見慣れてます、うん、もう絶景ですよ、うん、最近竜宮窟は人気あるんだよね。なんかドラマとかテレビとか、あ、ドラマじゃなくてテレビで結構紹介されてますよね。そうだね、うん、でその隣にサンドスキーができるところなんて。あ、見ました見ました。あれ、あの滑るんですよね、要は結婚で消えたらというか、はい、あれ滑っても怪我しないですか？大丈夫ですか？あ、大丈夫大丈夫。あの滑る道具があるからさ、はい、スノボのこんな感じのさ、はいはいはい、プラスチックのこうソリみたいなやつですよね。どっから来たの？ミキさん。新宿です。あ、新宿かい。はい、これからあの伊東から踊り子号で帰ります。日の出とかも感動しました。綺麗で。ずっと新宿？ずっと新宿、そうですね。もう6年ぐらい住んでますね、新宿は。じゃあそこ渡っていけばさ。はい。どうなんだ。左の方ですよね。まっすぐっす。これみたいに渡って。はい。小学校の前で。小学校の前で。はい、ありがとうございます。ここに左に、はい、わかりました。オレンジ色で、ありがとうございます。向こう、左側っすよね。ありがとうございます。いやー、超優しい、本当にね。ほっこりするよね。だってコンビニでさ、あのコンビニのお姉さん、お姉さん、まあ
あの、まあ、BBA、あ、やめとこう、お姉さんに、道聞いたら、お姉さんが、お姉さんというか、まあ、BB、あの、お姉さんが、近所に住んでる人に、で、そしたら、ちょっと待ってな、あんちゃんって。あったあったあった。バス停ありました。優しい。バス停というか家じゃん、これ。家の前がバス停なんだ。家の玄関じゃん、これ。すげえな。いや、東京はこんな駅聞いても、なんか、何ですかみたいな。9時33分だね。9時33分。そうだね、お姉さんだね。よいしょ。ああ、ゴディバが染みる。ゴディバが染みる。ああ、うまい、ゴディバ。ゴディバうまいな。いや、これが普通なんだよな。こんにちはって道を教えてくださいっつったらさ、普通にあっちだよって、どっから来たのって。東京は心がすさむよ。東京は心がすさむよ。地方の人はみんなあったかいよ。いい人ばっかり。人間の暮らしだよ、これが。まともな人間の暮らし。ここら辺に住んでる人はアンチコメントしないはず。大体アンチコメント書くの東京のやつだから。高い。ゴディバまったるいな。あ、でもちゃんとゴディバの味するね。さすが380円。コンビニで380円売るってすごいよね。強気だよね。ゴディバのホットミルク頼んじゃったよ。すげえ脳がキンキンになる。その画像、ローソンで売ってたゴディバ。え、熱海に出て、出ちゃって快速乗った方が2000円くらいで帰れる。え、嘘でしょ。熱海で快速で2000円で帰れるわけないじゃん。え、だって熱海までいくらよ。今だってあれだよ。いや、そんなわけないよ。下田駅から新宿だよ。下田駅から。2000円じゃ帰れないよ、カズ。絶対嘘。だって、熱海に行くのにいくらかかるかな。え、それ、絶対、ないよ。熱海から快速で2000円でしょ？もっさりさんはどつ。だったら、伊東からそのなんとか号乗って4000いくらでパーって帰った方がよくない？快速で。熱海から新宿快速で2000円、もっとするはずだけどな。もっとすると思うけど。そんなもんか、熱海だったら。はい、ワード2、笑い男いらっしゃい。ゴミ捨ててえな。ゴディバの紙パックだったかな。いや、寝落ちするでしょ。寝ないで見ろとか、どんだけ悪魔だよ。いや、寝ていいよ、全然。俺全然寝落ちすんなよとか言ったことねえよ。全然悪魔かよ、そんな。
全然していいよね、落ち。あ、バス来た？あ、海藻？海藻か。下田新宿安くて3000円ちょっと。え、そんな安いの？マジで言ってんの？え？鈍行で3000円ってこと？いやもう最近さ、一回さ、大阪行く、大阪じゃねえや、新幹線乗ったらもう新幹線慣れしちゃったよ。あのね、もう夏の1時間で2,000〜3,000円高くなるんだけど、2,000円ぐらい今回高くなったんだけど、いや1時間で放送やった方がいいやと思って、最近もう本当に忙しくて、なんか時間がないのよ。放送する時間もないし、あのプライベートの休む時間がなくて、だからちょっとぐらい割高になっても時間は戻らねえからっつって、もそうそう、踊り子号で帰ろうと思ってる。踊り子号だったら伊東から 4,000 円で帰れるんだって。だから伊東から 4,300 円か。でそれでよくない？どうせ経費なわけだから。あ、もうね、そういうね、なんかおっさんになって、おっさんだよね。なんか安くて時間かけるって若い頃やってたけど、もう体力が持たねえしさ。だったらね、配信やってた方がね、みんなの暇つぶしになるし。うわ、マジかよ、誰？マジかよ、誰？花火ありがとう。グレート花火なんて久々見たよ、おい。誰よ。あー、マジかよ。あざまーす。マジかよ、久々見たわ、グレート。3年ぶりじゃないの、グレート花火。ありがとうございます。いや、超嬉しい。グレートじゃないですか。うん、グレートっすか。ありがとうございます。あざまーす。パチンコ台に使います。パチンコ行こうぜ、パチンコ、今から。パチンコ行こうぜ、みんな。うん、頭きたから。パチンコ行かね、この金で。うん、また花火師が一人減ったっていうね。あざます。いい花火ありがとうございます。だって言いたくなっちゃうの。うん、ええ、ちゃんと活動費にしますよ。うん、あざーす。でもね、映像綺麗すぎてちょっと感動すると思うよ、今回。まあ、写真で伝わると思うけど、これ映像にすると動きがあるから、多分ちょっとね、すげえなってなると思う。地元の人も俺ら見慣れてっからよって言ってたけど、伊東からに、嘘、え伊東から2,268円。いやいやいや、まあまあ安くなるんなら。いや、え、ちょっと待って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 、え、伊東からどうやって帰るの？踊り子号じゃなくて何で帰るの？伊東から快速ん？もうどうせ帰りの電車寝てるだけだから、帰りの電車寝てるだけだからさ、2268円はちょっと落としたいな。うん、うわー、ありがとう。パチンコやめてください、スロットでお願いします。マジかよ、グレート花火ありがとうございます。マジかよ、何今日。あざーす。ハーレーだよ、ハーレー。ありがとうございます。じゃあ、あの、今からミリオンゴッドスロットにします。風俗行く？風俗。花火師も怒らせて、のりこも怒らせるか。いや、これね、すごいよ、写真これね。しかもね、何がすごいっていうと、今パソコン持ってないから、さっき1時間前ぐらいに撮ったやつだから、取っ手出しって言って iPhone で撮ってもこんなになるってことなのよ。要はノー編集だよ。
ノーインスタグラムですよ、うん、すごくないか白船長。の素材の取って出しって言うんだけど、ただシャッターを切っただけなの。要はフォトショップとか一切使ってなくてこんな色出んだよ。要は生で見た色の俺が感動したよ。いやマジで紅の豚じゃんと思ったもん。いやこれこれ奥さんとか連れてったら奥さんとラブラブになるよ。奥さん連れてった方がいい。彼女と奥さん連れてったら妊娠するよこれ多分。この日の夜妊娠する。うん、行かないよ風俗。いやこれマジで行った方がいい。人生で一回なんか一泊した方がいい。おすすめはこの辺温泉街だから、熱海とか熱川とか、もう温泉、もうこの下田も温泉街だし、今から俺温泉は入って帰るけど、ちょっとまあ、休むのはもういいやと思って、のりこ心配してるだろうから、もうのんちゃんに会いたくなっちゃったから旅館には泊まらないけど、もうそのままね温泉入る。温泉、海で温泉入れるんだって。海辺で綺麗。すごいよ、すごい、本当にすごいとしか言いようがない。夫婦費は行ったんだ。伊東から熱海快速、戸塚快速、湘南新宿ライン、戸塚快速乗り換えだる乗り換えだるいよ。伊東から熱海に行って、熱海から快速で戸塚湘南新宿ライン、1、2、3、夫婦岩っていうんだ。だったら踊り子一本で帰らない？踊り子一本で。まあお金の正しい使い方って難しいよな。金は稼ぎ方より使い方の方が難しいよ本当。金の使い方は本当に分かんねえ。写真切り替えるか、ちょっと待ってね。経費で落ちるっつってもね、カズが言うサラリーマンの経費と自営業の経費って意味合いが違うのよ。自営業の経費って税金がかからないっていう、税金分が浮くだけで結局自分が稼いだ金じゃん。でサラリーマンの経費で落ちるっていうのってさ、会社から出るって意味合いじゃん。だからね結局なんつうんだろう、税金分得するぐらいっていう意味合いなんだよね。いやこれうまく撮ってないんだよ、セッティング何にもしてないの、パシャって本当に撮ってるだけ。いやこの笑顔だよ一人で海が綺麗すぎてこの笑顔だよ、うん、そらこうなるでしょ、こんだけ海綺麗だったら。いやアバターんだよ。ニコニコ来てよかったって、粘ってよかったって。筋肉痛半端ねえな。9時33分まで天気良くてよかった。これ雨だったらもう死んでたよ。温泉、海見ながら温泉使って。冬やばかったっすね、ゲンさん。冬やばかった。いや空も澄んでるし海もエメラルドグリーンだから、これはねもう神様のプレゼントだよね。神様が地球人へのプレゼントだよ。動画の方がうまく撮れてるといいけどな。
動画がうまく撮れてるといいけど、どうだろうね。動画うまく撮れてっかな。足しびれてきた。足がしびれる。なんだこれ。足がビリビリする。お、天城風また送ってくれるの、ありがとう。サンキュー。天城風はそのままあのカメラのレンズ台とかにストックしておくからね。積み重ねておくから。ありがとう、ニンニ。天城風だったらダイレクトだから、ね。いやー、よかった。すごいよね、すごいよね。上が吹き抜けになってんだよ。写真は撮らなかったから伝わりづらいんだけど、上、天井輪っかになってんだよ。もちろんもちろん、ゆっくりゆっくりで、あ、全然全然気にしないで、全然。めちゃくちゃありがたいから、天城府ありがとう。俺はもういただけるもんは全部いただくから。小好きだからね、小好き。おい、メイクワーク、お疲れ。お帰り、解放。あ、ロムツさんだ、解放の枠。いや、もう風呂入ってなくて何日目だろう。2日目か。あー、頭ギットギト、おっさんだわ。やばい、頭ギットギト。もうね、髪がペターンってなるんだよね、油で。これさ、綺麗な女の子とかさ、ここでダンスしたりしたらさ、すげー綺麗な映像撮れるよ。ここで踊るんだよ、女の子は、くるくる。いやー、やっぱね、なんか気持ちよく帰りたいからね。なんかやっぱ気持ちよく帰りたい。さすがにもう12時間浜、要は歩いて浜辺にいて2時間充電したけど、2時間暖取ったけど、10時間歩いて浜辺にいて、もう心折れそうだったもんね。何やってんだろうと思ったもん、俺。何やってんだろうみたいな。まあだからもうここは気合だよね。だからもう渾身の一枚ですよ、渾身の一枚。粘って粘って粘っての一枚だからね。いやもうね、車とかじゃなくて駅に行くまで、静岡から下田まで4時間でしょ、電車で。で駅降りて、真夜中の真っ暗な道を1時間半歩いて、で、4時間寒い中、星空と、で、帰るって、もう心折れた、始発で帰るって言って、で、コンビニで2、3時間暖取って、やっぱり行くっつって、また折り返して、往復1時間でしょ、歩いて。で、2時間、この洞窟の中で写真撮って、温泉ね、北側の、なんだっけ、黒根津温泉だっけ。写真じゃなくて動画を撮りまくってた。要はね、タイムラプスは撮らなかったね、今回。あの、要はね、レンズがこの海、下の海と岩場と、この洞窟の穴と上が映らないといけないので、上が動くっていうのがタイムラプスなんだけど、要はね、高さが足りない。なんて言えばいいんだろうな、あのレンズの幅が狭すぎて、要は
これ標準レンズってやつなんだけど、標準ズームレンズってやつなんだけど、要はね無理だった、無理だった。俺が持ってる機材だと海とこの岩場のこの上の部分がちょうど穴が開いてんのよ。だからもう一回行きたいな、広角レンズしょってもう一回行きたい。あ、延長はね、あ大丈夫、ありがとう、まあいいや、いただこう、ありがとう笑い男。いやこれで終わりにする、もうすぐバス来るはずだから。ちょうどこれはねもう物理的な問題、要はねキンキンに壁際までカメラ寄せてんの。うん、あーそっか、唐揚げ弁当食べてるところで寝たんだ。いや動画 YouTube で見て、動画 YouTube で。うん、まあ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 笑い男ありがとう。いやもう今日はねこれで放送終わりにして、で家帰って爆睡だな、これ家帰って爆睡。とりあえず温泉だけはもう捨て頃終わった後からね、捨て頃ぐらいからずっと言ってたから、もう泊まりはしないけど、旅館に泊まりはしないけど温泉だけは入らせて、本当にちょっとの贅沢させて、もう温泉入らなきゃね、プライベートの温泉。でも本当映画みたいだよな、なんかすげえよな、光の当たり方が半端じゃないもんね。天然のスポットライトだよ、天然のスポットライト、上からと正面から光が降り注いでるから被写体が浮くんだよね、太陽のスポットライト。そうだよね、秘湯に行ってくるよ、秘湯に。ていうかバス来ねえな、バス来んのか、大丈夫か、もう頭かゆい。ていうか俺太ったな、なんか YouTube にさ、生まれて初めてゴルフ、この前ゴルフの打ちっぱなし行ってきたんだけど腹ぽっこり出てるよ。俺の YouTube のゴルフ見た？みんな爆笑するよ、腹出まくってて。 YouTube にねゴルフのスイング1本動画上げてるから見てみて。太ったなーって、73キロかな、リバウンドして捨て頃の頃の体重になっちゃった。ブルボンさんお疲れっす、おはよう、帰りますよ、僕は北側に行きます、北側に。あ、吉川だっけ、なんだっけ、北側だか、なんだっけ、黒なんとか温泉、うん、黒根岩だ、黒根岩温泉だ、そう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 。あ、それさっきもおすすめされたな、なんとか旅館。どっちがいいんだろう、黒根岩でいいかな。え、いとこ派遣、え、原付で来た来た来た、缶コーヒーもらったよ。いとこだったのあれ。あ、来た来た来た、缶コーヒーもらった、ありがとう。あ、ブルボンちえみさんのいとこだったんだ、ありがとうありがとう。え、なに、いとこ、いとこと放送見てんだ、へえ。あれでしょ、後ろに荷台積んでるさ、遅い原付でしょ時速30キロぐらいしか出ねえ、くっそ遅い原付でしょ。ちょ、すげえシュールだったもん。ビーって言うんだけど、めちゃめちゃスピード出ないの。すげえシュールだった。ありがとうね。いとこさんにも、ありがとうございますって言っといて。うん。ビーっつってた。のんちゃんとお別れ出てきた、うん、のんちゃんの別れ何回やってんだろうね。 YouTube にさ、のりことの別れっていうタイトルがさ、もう8本ぐらい動画が上がってて笑うんだけど、俺全然喧嘩した記憶がないんだけど、何回も喧嘩してんだな俺。俺のりこと何回別れてんだよ。
んかゆいがさんが彼女と別れたらしいよね。なんかオフパコして、なんかオフパコして6年間付き合ったのんちゃんと別れたってツイッターに書いてあったな。俺ともうのりこ3年目だよ、3年目に突入だよ。喧嘩するほど仲いい。喧嘩した記憶がないんだけど、まあ大体のんちゃんが浮気だって騒いで浮気してないっていうパターンやな。大体のんちゃんが浮気だって叫ぶ。ていうかバス来なくねえか、33分だからもう少しか。まあ動画楽しみにしてて、動画綺麗にうまく撮れてるといいな。枕に包丁刺されたのはあのやばかったよ。枕に包丁刺されて、のりこの血液で死ねって壁に書かれたんだよ。お腹ちょっと出てるよね最近ね、うん、すげえな。8年か、長えな8年、長えな。もうもはや夫婦だよね、8年目は夫婦だよ。いや壁に血で死ねって書かれてたんだよ。でなんだっけな、なんかお酒一滴も飲めないのに、あのなんだっけ、ブラックニッカかなんか一本飲み干したんだよね、角瓶を。ベロンベロンに酔っ払ってて、で俺がブチ切れて、その日あれだよ、何か爆破されたんだよ、ニコ生のコミュかなんかだっけな、何かを爆破されて、何だったっけ、あ違う、リスナーさんをブロックしたのかな、のんちゃんが。それでね俺がブチ切れて、俺のパソコン二度と触んなっつって警察に突き出したんだ、その後。のりこを新宿警察署に突き出したの。あれまだか、俺じゃないです。彼氏28なんだ、若っ。もうそろそろ来ると、あ来た来た来た。じゃあみんなお疲れ、ありがとうね、お疲れ様、放送切ります。後払いですか、はい、はい。